こんにちは、静かなる防衛です。今日は今さら聞けない双竜型潜水艦の特徴といきます。双竜型とよく言われますけど、双竜型エンジン、いや、双竜型潜水艦の特徴としては大きく分けて、ディーゼルエンジンとスターリングエンジンと蓄電池の組み合わせ、次に X 荷重による航行の安定、他機体の、いや潜水艦隊のステルス性向上など、特徴としてはいろいろ挙げられますが、それではまずスターリングエンジン、スターリングエンジンとは潜航中でも蓄電池に充電できるエンジンのことです。簡単に言えば、で、潜水艦は電力で動いています。その電力を作り出すのがスターリングエンジン。ディーゼルエンジンは何に使うのかというと、こう浮上してきた時に海上で使います。普通のディーゼルエンジン、エンジンは空気が必要。ですので、海上に浮上してからエンジンで短時間で蓄電池に充電します。使い分けができる。長く潜航して任務を行うときに、こっちのスターリングエンジン、浮上して任務を行いながら充電もする。ディーゼルエンジンが使われます。で、AIP システムですが、非大気依存推進機関のことで、まあ水中での仕組みですね。どういう水中で非大気、空気を使わず充電できるかっていうシステムになっています。で、双竜型の10番艦までは蓄電池、スターリングエンジン蓄電池の仕組みです。11番艦の横竜からリチウムイオン電池が採用されています。スターリングエンジンは廃止となっています。
なぜスターリングエンジンが採用されなかったかですが、まず電池性能が上がった。リチウムイオン電池の性能が向上。スターリングエンジンの性能はそのままということで、リチウム電池が採用されました。で、今までの蓄電池よりも2倍、同じ面積で性能を発揮します。充電時間は今までと同じ8時間なら8時間で2倍以上の充電が完了します。リチウムイオン電池のいいところは充電が早く、大容量というところです。問題は発火しやすいというデメリットがありますが、そこはやはり開発で進んできたんで向上したんでしょう。電池の性能が上回ったということです。次に火事ですね。双流型は火事が変わった。横から見るとこんな感じですけど、正面から見るとこう X の舵、 X みたいに見えるんですよね。で、 X 舵、これにより潜水艦の操作性が向上。あと損傷しにくいんです。親潮型まではこれが十字型でした。十字舵するとやっぱり損傷しやすいんですよね。操作も不安定な部分があるし。で、この X 舵だと安定して操作ができる。双流型の特徴です。今一番11番艦で一番注目されているのはやっぱりリチウム電池ですね。これにより南シナ海まで充電なしでいける、そんな話もあります。で、今まで潜むから動く潜水艦へと変わりつつあります。今日のご視聴ありがとうございました。